収益直後のビスマルクに立つリンデマン艦長をベルリンに残るリンデマンの母姫エルンストリンデマンはドイツの海軍軍人。最終階級は海軍大佐。戦艦ビスマルク艦長。ライン演習作戦において戦艦ビスマルク艦長で戦死。アルテンキルヒエンに生まれる。1913年にドイツ帝国海軍に入団、法術士官となり戦艦エルザスや シュレスビヒホルシュタインに配属された。中勢、細身の体育だったが意思は強く、同期の間では常にトップの成績を保っていた。1931年から1934年まで官方教官を務める。1935年、ドイツ海軍大愛教育部教官に転じる。1936年から1939年まで海軍総司令部教育部で、 三時間ついで部長を務めた。その間1938年に大佐に昇進。第二次世界大戦中の1940年、戦艦、ビスマルク艦長に任命された。人望厚く、乗組員には、影で、親父と呼ばれ、慕われていたという。翌年5月、ビスマルク最初の出撃となった。 ライン演習作戦でイギリス海軍の巡洋戦艦フットを撃沈したが、その7日後、イギリス艦隊の艦砲射撃により、ビスマルクと運命を共にした。この時ビスマルクはほぼ一方的な猛攻撃を受けたが、リンデマンは沈没の寸前まで生きていた。沈没寸前に、リンデマンが艦長付きの伝令兵に泳いで、生き延びろと命じたが、伝令兵がその命令を拒否したこと、及び、 転覆した、カンバラで敬礼しつつ海中に没死して戦死したことが、生存者の証言により伝えられている。イギリス海軍の巡洋戦艦、フットを撃沈した功績により、死後に、騎士鉄十字章を授与された。リンデマン家の墓は、ベルリンダーレム区のダーレム墓地にあり、リンデマンの墓碑がある。戦艦、ピスマルク発見ロバート・ディバラード文芸春秋、戦艦、 ビスマルク発見ロバート D バラード文芸春秋。戦艦、ビスマルク発見ロバート D バラード文芸春秋。ありがとうございます。